皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はですね、前回紹介した、こちらの G ポンのマイクロ3ですね、このスライダーのですね、使い方チュートリアルということでご説明したいと思います。この商品買った人、もしくはこの商品に興味がある方、この動画を参考にしていただければと思います。行ってみましょう。セッティング方法と注意点を最初にダッと言って、で後半はアプリですね。この G ポンのマイクロ3は基本的にスマートフォンやタブレットのアプリで制御することになります。その制御方法について後半は説明したいと思います。まず三脚に、このスライダーを乗せるわけですが、基本的にはこの三脚から雲台を取ってですね、セッティングするのをおすすめします。でこの上にですね、雲台を乗せるのも OK なんですけども、ギア雲台じゃない方がいいです。ギア雲台って微調整は効くんですが、ギアとギアがこう噛み合ってるだけなので、この上にスライダーとかカメラとかを乗せての、荷重には耐えられないんですよね。なので通常の、自由雲台よりは3 way の、雲台とか使った方がまだいいかなというふうには思います。実際スライダーを取り付けるとき、ここの、真ん中に三脚穴があります。こういうふうにぐるぐる回して取り付けることになるんですけど、めちゃめちゃやりにくいんですね。なのでいきなりおすすめ商品がありまして、これですね、リボルバークイックリリースという、商品があります。これがあるとセッティング楽です。これはですね、ここをクイッてやると2つのパーツに分かります。でこのベースの方をですね、三脚に取り付けます。でこっちのプレートの方をスライダーに取り付けます。こうですね、はい。でこうすると、はい、ワンタッチで取り付けが可能です。これめちゃめちゃ簡単なので、ぜひこのスライダーを使う人は、最低1個ですね、本当は2個おすすめなんですけど、1個、最低買っておくといいと思います。カメラのユーザーがよく使う手口で、アルカスイスってあるじゃないですか。アルカスイスはですね、おすすめしないです。私が失敗した経験があるからお話しするんですけど、このアルカスイスプレートをつけると、このスライダー越しにですね、アルカスイスがはまってるかどうかの判別がつきにくくて、ちゃんとはまってなくて、機材がここから上がごっそり落ちるっていうことが発生しやすくなります。またアルカスイスのですね、クランプをですね、これのスライダーをつけれるようなタイプを合わせると、ノブネジが長いタイプを選ばなきゃいけないんですが、出っ張ってるんで運搬がめんどくさかったりとか、あと結構折れたりするんですよね。なのでアルカスイスのタイプは私は絶対おすすめしないです。このクイックリリースのタイプとか、あとベルボンさんとかで扱っているクイックシューとか、そういうですね、一発でバチンとはまるタイプを使った方がスライダーにはおすすめです。ちなみに今ベーシックな、水平に設置して横のレールモーションをかける、セッティングをしますが、間に雲台とかを挟めてですね、これを斜めにしたりっていうのも OK です。この上のネジを緩めるとネジ穴が飛び出てきます。カメラを乗せるんですけど、自由雲台を取り付けていきます。はい、これ自由雲台じゃなくてビデオ雲台とかでも問題ないです。でこの時も、リボルバークイックリリースがあるとめちゃめちゃ便利です。このスライダーのここの部分がね、滑り止めのゴムがついてるんですけど、滑り止めの効果が高すぎてですね、ちょっとこういうパーツをつけにくいぐらいなんですね。なのでこういうリボルバークイックリリースを、追加で買っておくと非常に便利です。はい、バチンとはまりました。でこの後ですね、こうカメラを乗せていくわけですが、カメラユーザーの方、結構アルカスイスっていうこのプレートを使っている方すごく多いと思うんですよ。でこのまま乗せると、はい、すごくフロントヘビーです。前の方に荷重がかかります。こういうバランスの悪さっていうのは、これスライダーとかのモーション機器を使う上では結構ブレの原因になったりするんですよ。なのでこれ前後の調整できるバランスプレートがあるといいです。こういう感じですね。こういう感じで前後のバランスをとって、ちょうど重心が真ん中に来るような感じで配置しておくと、ブレが少なくなります。この今左端にあるこのスイッチを回すと、このスライダーのロックが解除されて、手動でこう動かせるようになります。それから、1段階から5段階に分けて、このフリクション、この動かした時の動きをスムーズにしたり、ちょっときつめにしたりっていうような感じで調整することができます。
でこういう風に端に行った時に分かりますかね、ちょっとずつ落ちてるんですよ。はい、あのここの強度次第ではやっぱりこういう風にですね、水平が維持できないっていうことが起こります。表情不足のサポートロッドっていうのをつけるのをおすすめします。これですね、これがサポートロッドになります。ノブネジが3つありますので、それぞれ緩めてください。まずは、このネジの部分をこの、スライダーの下ですねに取り付けていきます。はい、そして、この反対側のですね、このクランプの方ですね、ここを三脚に固定します。で他のネジ2本を固定してください。でこの時に、この端がですねしっかりと、まあ、今この横にしている場合状態だと水平が取れているかどうかですね、確認するためにこういうですね水準器っていうんですかね、こういうので水平が取れているか測るといいです。まあ、こういう風に置くだけなんですけど、うん、OK ですね。はい、まあ、この水平にした状態でこのサポートロッドを取り付けると。で反対側も取り付けます。はい、サポートロッドが取り付けました。で、このサポートロッドが取り付けやすいように三脚設置時にですね、このスライダーの前に三脚が2本前に来るようにセッティングしておくと、このサポートロッドが付けやすいと思います。でこの後ここでモーターを取り付けます。ジウのマイクロ3の M のタイプだと、モーターは付いたので別売りになりますが、E ですね、これは E700 というタイプですけども、マイクロ3 E なんちゃら E500 E700 E1000 かの、タイプを選ぶとこのモーターが付いてきます。でこのモーターここのところにですね取り付けます。はい、これで OK ですね。でちょっと見やすく反対にしましょうか。電源オンの時はモーターのこの部分にですねスイッチがあります。横のですね矢印、この部分にある矢印を押すと動きます。こういう感じですね。はい、動かすことができます。タイムラプスの時はこのスライダーとカメラを連動させて、動かすことができます。そのためにですねシャッターケーブルを接続する必要があります。はい、こういうシャッターケーブルですね。でシャッターケーブルは片方はカメラに、で片方はスライダーのこのモーターに接続するんですが、結構離れてるんですね。シャッターケーブルに負荷がかかって端子が壊れる可能性とかあるので、これリンク貼っときますけど、延長ケーブルを、スライダーだけで使うときは使うといいです。これをつけて、はい、これでスライダーと、カメラが連動して動くようになります。でですね、1個注意点があるんですが、この見ての通り重さっていうのはこのモーターがついてる側の方に負荷がかかります。なのでこっち側にカメラが来る分には問題ないんですけど、反対側にカメラが行くと、一番端までカメラを動かしたんですが、倒れやすくなるんですね。はい、なのでスライダーだけで運用するときはこの辺、このサポートロッドの上あたりまで、使えるっていう風に考えておいた方がいいと思います。でもしも目いっぱい使いたいって人はこの三脚をもう一段足を広げて、使えば転倒の恐れはないです。でこのサポートロッドもあくまで水平維持のためのものであって、転倒防止ではないので、そこのところ注意してください。でこのスライダーを設置した後でこのパンヘッド、パンモーターを、つけていきましょう。でこのパンヘッドですね、直接つけてもいいんですけども、まあ、今リボルバークイックリリースがついてます。このリボルバークイックリリースをつけるとやっぱり接続しやすくなります。リボルバークイックリリースを入れる理由っていうのはもう一個あって、このパンヘッドがね四角い形をしているので、斜めについてるとこのスライダーに干渉してですね、目いっぱいレールを活かせないという状態になります。リボルバークイックリリースを1個かませることによって干渉しない高さになるので、そういった干渉を防ぐという意味でもですね、このリボルバークイックリリースを使うことをおすすめします。はい、こんな感じですね。簡単に取り付けができますのでおすすめです。でこのパンヘッドにも、このバッテリーですねを取り付けます。この上に自由運台を取り付けていきましょう。やっぱりネジが埋まってますので、このネジを出して、この運台を取り付けます。はい、運台を付けました。でここにカメラを載せます。
そしてレリーズを取り付けます。パンヘッドをつけた時はこのパンヘッドの方にもレリーズ端子あるのでこっちに取り付けるのがいいでしょうね。でこれでセッティングは完了です。ちょっと説明し忘れましたけど、あのスライダーのみの時っていうのは手前の風景が動いて奥の風景が動かないっていう特徴があります。ですから何かしら手前にですねオブジェとか、最低でもその地面とかを入れると効果的なモーションレールレールモーションの効果が、得られるというふうになります。でこのパンとレールが使えるようになるとこのレールモーションを使いながら何かを追いかけるっていうことができるようになります。左に動きながら右にパンをするっていうのが一般的な使い方になりますね。あの進行方向と同じ方向にパンをするとあまり、効果がないのでレールで動かしたものとは反対方向に動かすっていうのが基本だというふうに考えた方がいいと思います。じゃあ次はここにティルトモーターを取り付けていきましょう。このティルトモーターとこのなんですかね、アームのセットだとこういうパーツがついてくると思います。でまずこっちのアームの方を、パンヘッドにつけます。こう差し込んでノブネジを締めるとこれ結構変わってますが面白い機構ですよね。はい、すごいしっかりしたアームで、でここにティルトの、モーターを取り付けていくんですがティルトのモーターのこの部分ですね、この部分をここにはめます。このカメラを取り付けるプレートを取り付けるんですが私ここアルカスイス化してます。これおすすめです。私はあのカメラをですね全部こういうアルカスイスっていうプレートで統一しているのでこのアルカスイスのクランプを取り付けておくと、まあ着脱が便利なんですね。まあアルカスイス使ってない方は直接カメラにこのプレートをつければ OK です。プレートのこのカメラを取り付ける部分の出っ張ってるところを後ろにするといいかなと思います。ここを前にして取り付けてしまうと前後のバランスを取りづらくなってしまうんですが、後ろに余裕を持たせておけば前後バランスがまあ取りやすくなると思いますので出っ張ってる部分を後ろにすることをお勧めします。はい、でこの時にアルカスイスのこのノブが内側に来るようにしてください。外側に出っ張っちゃうとここに干渉しやすくなるんでね。はい、でこれでカメラを取り付けます。ちょっと今後ろ向きにつけちゃったんですけど、バッテリー同じくつけます。はい、でどっちも電源をオンしてみますね。はい、星空のタイムラプスの時の注意点なんですけど昼間は問題ないんですが星空のタイムラプスの時っていうのはこのインジケーターランプ消せないんですね。なので正面を向いてるとこのインジケーターランプの光が映り込んで手前の風景がなんか緑色に映るんですね。そうならないようにですねこのインジケーターランプはカメラを向ける方向とは反対側にしておくことをお勧めします。まあ、だからこうなってるんですね。でちょっとこれで反対にして設置します。カメラを向けてる方からインジケーターランプが見えないようにしておくことをお勧めします。でこの、チルヘッドヘッドですね動かすときに重たいカメラをつけてるとここがですねうまく動かないときがあります。ググググググっていう風に動かないときがあります。その時はあの前後のバランスが合ってないんだなっていう風に思ってください。だからここ前後を調整するとチルトモーターが動くようになります。はい、というわけでセッティングは以上ですね。ここからはじゃあアプリの制御に移りたいと思います。はい、でアプリの制御ですが基本的にこのスマートフォンとかタブレットで行います。スマートフォン iPhone で、説明をします。これ Bluetooth 接続になりますので、設定画面から Bluetooth がオンになっていることを確認してください。で GPON LAB っていうですねアプリがありますので、これを起動してください。でまずはこの3つのモーターをそれぞれ、このスマートフォンと接続します。Bluetooth がオンになっていればそれぞれのモーターが認識をします。まずはレールスライダーから、接続をしていきましょう。こういうふうに表示が出ますのでタップします。そうすると緑になってこのなんだかぐるぐるマークがなくなると接続が完了しましたよという意味になります。結構接続はスムーズですね。はい、で戻ってこのパンモーターですねを接続します。2個ありますのでそれぞれタップしていきます。はい、これで3つのモーターが接続ができました。まあ、他にもねいろいろあるんですが今回はこれは使わないのでこのままにしておきます。ちなみにこの接続されている状態でこのファームウェアアップグレードっていうところに行くと3つそれぞれ
ファームウェアのアップグレードができるようになります。でこれですね、アップグレードしてもなんていうかアップグレード済みのやつも表示残るんですよ。だからあれされてないのかなって何回もやっちゃいがちなんですけど、1回やればファームウェアのアップグレード完了しますね。表示されてても気にしないようにしてください。でなんか使ってるうちにちょっと動きがおかしいなって思った時があったらファームのアップグレードをしてみてください。で、この画面で接続完了しました。完了に行きます。はい、でここから動かすことができます。でまずこの左側のパンチルドっていう左下のこのコントロールホイールですね、これを動かすと、パンとそれからチルド、首を上に振ったり下に振ったりっていうのができるようになります。でこの斜めにして動かすってこともできますが、斜めにするとなんかねこうパンとチルドを両方同時に動かすとちょっと動きが鈍いんですよ。なので一つずつこうやって操作していくことをおすすめします。で右のコントローラーホイールでレールですね、こういう感じで操作をします。で、一番上にあるウェイポイントスライダーの動かすプログラミングをするようになります。例えば、ここからスタートしてほしいよという場合はウェイポイント A を選択します。ここからどこまで動いてほしいかということですね。まあ、例えばこの辺にしときましょうか。でちょっと首も振って、そしてちょっと首を下に動かしましょうか。さっき設定したウェイポイント A からここまで動いてほしいということですね。でこの設定が終わったらウェイポイント B を押します。はい、そうすると A と B が、設定されました。でここで下のや、再生マークを押すとウェイポイント A と B の間を動くようになります。はい、こんな感じで動いてきますね。はい、でこの左下のこの矢印のぐるぐるってやつですね、これを押してから再生するとウェイポイント A と B の間を行ったり来たりします。でこの動く速度をもっとゆっくりさせたいなっていう時にこの合計速度というところを使います。1回止めます。今ですね、表示時間25秒と右上に出てます。ですので、ウェイポイント A から B まで動かすのに25秒かけてこう行ったり来たりしますよと。でこの合計速度を例えば半分の50秒にしてみましょうか。半分の 50% にしてみます。そうすると表示時間が 44.5 秒になり変わりました。これ再生をするとウェイポイント、今ウェイポイント A に戻っています。ウェイポイント A から B に行くのに 44.5 秒かけて動きますよということが今これで行われています。またこのウェイポイント B から別のところに動かしたいときは、また動かしてウェイポイント C をタップすれば、もう一箇所、ウェイポイント A から B、B から C っていう動かすプログラムを設定することができます。で間違っちゃったなってときは、右上のこのなんか矢印がくるっとしてるマークをタップすると、これで、もう一回再設定が可能になります。で動画はこれで OK ですね。で次はタイムラプスのセッティングに移ります。まずは同じくウェイポイント A から B をセッティングしましょう。例えばこの位置をウェイポイント A に指定して、ウェイポイント B を設定します。これでウェイポイント B をタップします。はい、これでウェイポイント A、B が設定されました。でですね、次タイムラプスのセッティングに移るんですが、でタイムラプスのセッティングに移る前にウェイポイント A に戻しておきましょう。はい、でこれで右下のこの四角の4つをタップするといろいろなモードが変えれます。ビデオモード、インテリジェントタイムラプス、カスタマイズタイムラプスとかいろんなモードがあるんですね。まあ今日はですね、ここの、カスタマイズタイムラプスのところを説明しようと思います。インテリジェントタイムラプスは本当シンプルなタイムラプスのモードで、プログラミングしたものを動かすときはこの、カスタマイズタイムラプスを使います。でフォトスってのところがこれが何枚撮りますかってことですね。私基本300枚撮るようにしてます。はい、ですので30フレームに設定すれば10秒の動画になりますよってことで、この表示時間10って出ましたね。はい、で、待機時間っていうのがちょっとこう今飛ばします。はい、でシャッター時間ですね、昼間の撮影であれば私はシャッタースピード ND フィルターとかをつけてシャッタースピード1秒でやってます。で星空のタイムラプスの時とかはやっぱりこう20秒とかになるわけですね。はい、そうするとこの待機時間っていう上のところが変わりましたね。はい、1秒にすると、10分48秒で終わりますよっていうのが
20秒で設定すると1時間45分かかりますよということで、合計時間撮影が終了するまでにかかる合計時間というのはこの待機時間というところに表示されます。で、まあ、今1秒でいきますね。で露出ノイズ低減っていうのがこれは1秒露出したり5秒露出したりすると同じ時間をかけてノイズを引くっていうですね、カメラの中で長秒時ノイズ低減っていう機能があります。これをオンにするかしないかっていうお話ですね。まあ、画像処理とかあまりやらない人はこの長秒時ノイズ低減をカメラ側でオンにしておいてここも、オンにしておくといいです。であとでロー現像とかをする方はですねこれオフにしておいた方が撮影時間が半分になりますので効率的に撮影ができると思います。で、間隔時間なんですがここですね、まあいろいろあって3秒ぐらいをおすすめします。これは写真を撮り終わったら動いて写真を撮り終わったら動いてっていうですねシュートムーブシュートという SMS っていう動作をこのスライダーはやるんですけども、その1枚目を撮ったのと2枚目を撮った時のこのバッファ、どのぐらいの間隔を空けて撮影していきますかっていうのがこの間隔時間になります。これですね、3秒置くのは1枚撮って動いてその時に多少ブレが発生する可能性があるんですね。その多少ブレが発生してそれがブレが収まる前にシャッター開いちゃうとブレた写真撮れちゃうんですよ。だから3秒開けておけばブレが収まってから写真が撮れるよっていうことで3秒ぐらい開けるのをおすすめしてます。はい。でここまで設定すると待機時間20秒かかるようですね。で、あ、すいません、レリーズを接続してませんでした。はい、レリーズを接続しますで、ここまで決まったら、下の丸いボタンを押すと撮影がスタートします。はいですね。で、このカメラの設定なんですけども基本的にはマニュアルフォーカスに設定しておいてください。オートフォーカスは厳禁ですね。で、ピント合わせておいてホワイトバランスも固定にしましょう。オートホワイトバランスはですね、撮影するためにあの色が変わっちゃうので、後で補正が難しいです。ですので、ホワイトバランスは太陽光だとか、まあ、画像処理しない方は夜の撮影の場合は蛍光灯とかにしておくといいのかなと思います。で、今シャッター1秒に設定しましたけど、こっちのカメラをマニュアルモードにしてシャッターを1秒にするもいいですしバルブモードにしておけば、こっちから、シャッターの、レリーズが1秒で切ってくれるという風になってます。今はちなみにバルブモードで撮影しますね。で、1枚撮ったら動いて、はい、撮り終わりました。動いて1枚撮ったら動いて、こっから1、2、3秒経ったらシャッターが切るところですね。はい、こういう風な動作をしていきます。で、これで撮影したものを後でタイムラプスにするとモーションの効果が得られるということになりますね。で、撮影を終了したいときはこの下の、丸四角いボタンを押すと撮影が終了します。で、撮影やり直したいなと思ったらここで戻ってですねウェイポイント A にもう一回機材を戻して、で、ここからもう一回カスタマイズタイムラプスに入って設定を変えてもう一度撮影をするようにしてください。ということで、まあ一回撮影ミスっても何回もやり直せますので止めては戻ってもう一度やり直してっていう感じですね。はい、ということで、チュートリアル動画は以上になります。いろいろ注意点ありますけども、使い慣れてくると使いこなせるようになってくるとですねすごく楽しい機材ですので、いろいろ、試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。